はい、こんにちは。札幌占い美容師早川の後藤です。ファーマーをちょっとスマートロットでかけていきたいと思います。スマートロットはペーパーなしで巻けるファーマーなのですごい便利です。なんで、楽しみにしてください。こちらスマートロットを今日使ってかけていきます。もちろんペーパーはなしでゴムもついてます。通常だと毛先が一番強く入るんですけど、毛先のテンションをちょっと逃がしてくれるんで均一のウェーブが出るっていうのがこのスマートロットの特徴になります。ミドルセクションはあんまり関係なくいつも巻いちゃうんですけども、ちょっとこのオレンジ色のを使って、はい、巻きますね。こんな感じにくるくるくると巻けます。そぎが入ってる場合とかちょっとこういう風に出ちゃうんですよ。でどうすればいいかっていうと、そんな時はですね、うまく巻ければいいんですけど、時間がロスしてしまう場合があるんで、こういう場合はちょっとですね、特殊なペーパーを使って巻くんですけど、はい、このペーパー自体が水で溶けるんですよね。中間水栓の妨げになったりとか、薬剤の妨げにならないように、水で溶ける紙を使ってます。ちょっとこれは今商品化できるか今ちょっと考えてるところなんですけど、このように簡単に巻けます。ちょっとネープがそぎが入ってるんで、ちょっとここはこの力を借ります。はい、こんな感じでベースと表面を巻いたら、あと中間はそんなに頑張って巻かない感じにしてます。はい、これもこのような感じで簡単に巻けるので、はい、表面を、逆逆巻きにちょっとします。でくるくるって回るのでそのまま巻けます。はい、このようにしてでくるくるってなるので、そこで毛先を入れて巻いていきます。で出てくる毛があるんで、それをテールでちょっと入れてきながら巻いていきます。はい、こんな感じです。でくるくるって回るので、でここで毛先が逃げるわけですね。ちょっとくるくるって回ることによってテンションがかからないんですよね。そこで逃げるっていう感じです。細かい毛そぎ入ったりとか、あと長さがパッツンの場合はいいんですけど、結構ですね巻きづらかったりするんで、ここでちょっとペーパー使います。これちょっと使わせて巻きます。じゃないとちょっとねなかなか難しかったりするので、はい、このベースでちょっとしっかりめにかけたいので、ちょっとこの辺もねそぎがちょっと入ってて、ちょっと巻きづらい部分もあるのでちょっと使います。そぎなければ巻けるんですけど、ちょっと時間がこちらは早いです。うまく巻ける方はペーパーは必要ないのでそのままで大丈夫です。はい、こんな感じです。基本外羽でかけてますね。でこの辺でちょっと縦巻きをちょっと入れていきたいと思います。で基本的にこのミドルのところって中間あまり膨らますとボリュームが出ちゃうので、この部分に関しては毛先さえかかってればいいので、あんまりそんなに攻めないというか、そんなになんかちょっと毛先かかってればいいかなぐらいの感じでかけます。根元まであんまり攻めないで僕はいつもかけてます。その方がなんか変でボリュームが出なくてよかったりするので、結構楽に巻いてます。でこの辺ちょっと強くしたいので、はい、ちょっと強めに、なるべくペーパー使わない方がいいですよね。はい、このようにかけて、はい、でそのままここも巻いていきます。でゴムを止めますね。結構ラフにワイニングしてるんですけど、ワイニングって結構ラフにした方が綺麗にかかったりとかすると僕は思ってるんで、あんまりがっちり力んでかけようとは思ってないです。意外とラフにかけてます。でちょっと滑らしてここもちょっとそぎがね若干入ってるんでちょっと難しいんですけど、はい、あとのやつ、はい、こんな感じです。かけないんでこれで終わりですね。はい、で基本的に外羽にかけた場合表面に跡が残りづらいので、やんなくていいんですけど、もし気になる方はこういうふうに Rピニングで留めていただいて、より R で留めていただいて、より気になる方はこういうふうに、で前髪はね多分やった方が僕はいいかなと思って、僕は前髪は絶
だけは絶対やるんですね。前髪やんないと、ここちょっとずらしてあげるとこうできるんで、前髪はやった方がいいです。しないと結構跡がついちゃうと後々大変なので、今これは付け巻きしておりますね。はい、あと表この辺も留めていきますね。この方が今これが申請が通るか分かんないんですけれども、このテーパーをちょっとですね、今巻いたテーパーありますよね、これ実は水に溶けるんですよ。これを水に、この水の中に入れてみてください。いいですよ。はい、このように水になります。ということはこれで巻いても中間水栓とかできちゃう、普通の水になっちゃうんですよね。今こうなってますね。で、中間水栓してる間にこういうことになるんですね。ただの水に変わるわけです。これすごいでしょ。ペーパーがなくなる結果っていうような感じで、僕はちょっと今考えたんですけど、はい、どうかな考えたんですけどね、このペーパーを、あ、これいい、いいと思う。はい、売れる。はい、売れる絶対思ってないでしょ。売れるかな。すごいよね、水になってるじゃん、これ水、完全水じゃない、本当の水ですに変わるんで、中間水栓の時の、まあ、なんでしょうね、アフターデアトーで薬つける場合もそうですし、中間水栓の時も薬剤の浸透を妨げることがないので、ただ中間水栓後に毛先が出てしまうこともあるんですけど、そうするとちょっと巻き直しが必要になりますけどね。あとデジタルパーマだったりとか、まあ、いろんなことにちょっと使えるんではないかなっていうので、今これ可能性をこの、特殊ペーパーですね、はい、この特殊のパーマのペーパーを今いろいろ考えてます。これちょっと初公開なので、この動画自体は他で公開してないので、皆さんよかったらいいねとかシェアお願いいたします。ということで、でこのままパーマのターバンしないんで、このままちょっと薬を、まあ、中間水栓してかけていきたいと思います。で、仕上がりを後々ちょっと見ていきたいと思います。で、これから、パーマかかりましたので流しに行くんですけど、ドットはこんな感じに、なんでペーパーもゴムもないので、このまま、お湯でバーッと洗えばもうまた次使えるっていうような感じですね。なんでこれ広げた方が次使いやすいので、締めないで広げておいた方がいいかなと思います。こんな感じで簡単にできるかなと。大きさもこの上にまだ大きいのも、2種類大きいのもありますし、結構小さいブルーのやつもあるので、結構いろんな幅広く使えるんではないかなと思います。はい、ぜひスマートロット気になる方は、千代田化学さんにお問い合わせをいただければと思います。